中村も入ってきた。ちょっと人が揃ってしまった。まあ、相手のそのハイボールあるいは入ってくるボールに対する対応がつなぐ意識があんまり久米さんありませんから。さあヘディングだ。小野からのボールでした。今日はベンチもあまりすることがでしょうね。まあこれで A 選手の交代とかをまあどうしようかっていうところですかね。もうこの時間で3対0ですからね、はい。まあ、日本もこのリードを広げておけばいろんなことが考えられるんです。さあチャンスになった小野は落ち着いてますね。4点目。おそらく小野もうずうずしていたんではなかったでしょうか。あのロングシュートがありましたがその後前に入ってきました小野。もう相手フィリピンも捕まえきれなかったですね。あの2列目からこううまくスペースに出ていきましたしね。これももう簡単に上げてるんですよね。この辺落ち着いてますね。そしてこの後のキーパーをそうですね、フェイントが入ってるんですね。日本が4点を取りました。